い試合運びだったんじゃないか。岡田監督は今日はどんなコメントか分からないですけど、いいコメントが出るんじゃないですかね。まあ、先制されると辛いっていう、それほどやっぱり打線が低調だった中で連敗が続いていたんですが、逆に言うともう逆転して、先取られても逆転してというモードに変わってきましたね。そうですね、その中で野口選手はすごい働きだったんじゃないかなと思います。さあ、そのヒーローインタビューですが、まあ、おそらくその野口も呼ばれると思いますが、どうでしょうか。どうやら2人間を2台用意されてますので複数人出ています。もうあった、もうペロペロ終わり、まだまだすごいこの子、まだ続いて、まだ